ナリッサラーヌワッティウォン王子は、タイ君主、ラーマ四世の子息、ナリット王子、ナリス王子とも、土木関係の専門家であり、タイの様式と西洋の様式を交合した数々の名建築を生んだ。また、文化、芸術の保護育成に努めたこともあって、芸術の党とも称される。チトラポン家の子孫でもある。以下、ナリットと表記する。モノグラム幼少期に、 ダムロン王子と共に、英語、クメール語、パーリ語等の言語や、文化、芸術を学ぶ。1888年からは英寮、エイリペナン、シンガポール、ビルマなどへ留学し軍事を呼び、土木技術を学んだ。帰国の後は建設省土木局局長に就任。この後、バンコクナコーンラーチャシーマー館及びウォンウエミアイ、ペッチャブリー館の鉄道を整備した。中華街であり、 1980年代までバンコクの経済の中心として機能してきたヤオアラート通りも、この頃のナリットによる建設である。同時期、これらの交通の整備のほか、電信、通信の整備も行っており、ナリットはタイの近代化政策、いわゆる着リー改革においてインフラ整備を行った人物であった。その後、ナリットの行政能力はイボ兄弟である。 ラーマ5世の評価を受け、大倉大臣に任命された。後に、国防大臣に任命された。国防省において成人は1899年に参謀本部を設置し参謀部長となった。1905年、今度は、区内大臣に就任し、区内の風紀を取り締まった。1909年の辞任の後は、数密院顧問、摂政、大学新総裁などを歴任した。 このような行政官としての性格とは裏腹に、ナリットは、考古学や芸術分野等において、非常に多くの知識を有しており、当時においては、第一級の文化人とみなされていた。その文化活動は、前述の文化、芸術の保護育成だけでなく、作詞やラコーンの台本などの執筆業から、作曲、演奏の音楽、土木技術の知識を生かした建築まで多岐にわたった。中でも、 音楽分野では、仮面採ー区の作曲、建築分野ではワット・ベンチャーマボピットの設計などが、ナリットによる傑作として有名である。ありがとうございます。